会いできて僕嬉しいです。ゲームデータをロードしますか？なんだ今の。あの冒険者さん。すみません。何か。これ魔石を落としましたよ。どうかされましたか？いえ、すみません。ありがとうございます。お気になさらないでください。お腹が空いてらっしゃるんですか？はい。もしかして朝食は取られていないとか？ええ、まあ。あ、そうだ。はい、これをどうぞ。大したものじゃありませんが。そんな悪いですよ。初対面の人にお弁当なんて。それにこれ、あなたの朝ごはんじゃ。気にしないでください。私はお店が始まったらまかないが出ますから。そうだ、冒険者さん、お名前は何と言うんですか？あ、ベルクラネルって言います。あなたは？シルフローバです、ベルさん。
神様、ただいま戻りました。おかえり、ベル君。今日は随分と遅かったじゃないか。はい、昨日の分も頑張らなきゃって思って。じゃあステータス更新をしようか。さあ、上を脱いでベッドの横になっておくれ。神様、なんだか急いでません？そんなことはないけど。あ、そうですか。どうかしましたか、神様？なんでもない。ステータスの写しはここに置いておくからね。あの、なんで怒ってるんですか？怒ってなんていないよ。神様、これ写すの間違ったりしていませんか？ほら、攻撃を1回しかもらってないのにこんなに。神様、なんで僕こんなにいきなり成長したのかな。知るもんか。神様、こんな時間にどこ行くんです？バイト先の打ち上げだよ。君は一人で羽を伸ばして寂しく豪華な食事でもしてくればいいさ。神様。もしかして私に会いに来てくれたんですか？昨日のお礼とあとお弁当をお返ししようかと。お口に合いました？あ、はい、とても美味しかったです。なら良かったです。じゃあ今日の分をどうぞ。
そんな受け取れませんよ。私、ベルさんに食べてほしいんです。とても嬉しいし助かるんですけど、でも僕お礼ができなくて。お礼だったら簡単ですよ。今日の夕食はぜひ当店で。約束ですよ。でも僕お金が。ダメ。しましたし。さあ中へどうぞ。カウンターのお席でいいですか？はい、大丈夫です。ミヤお母さん、冒険者様お一人ご案内です。あんたが汁の客かい？冒険者のくせに可愛い顔してるね。
私たちに悲鳴を上げさせるほどの大食感だそうじゃないか。え？じゃんじゃん料理を出すから、じゃんじゃん金を使いな。シルさん、僕いつから大食家になったんですか？初耳なんですけど。えへへえへへじゃないですよ、可愛いですけど。ほら、一品目だよ。今日のおすすめだよ。それだけじゃ足りないだろう。いや、頼んでないですって。若いのに遠慮しなさんな。エルさん、楽しんでます？圧倒されています。私のお給金も期待できそうです。よかったですね。ミヤ母ちゃん来たで。よし、今日は朝まで食べるぞ。そこは普通、飲むのではないのか。どちらにせよ、羽目を外しすぎるなよ。団長、お隣いいですか？ああ、構わないよ。よっしゃ！ダンジョン遠征みんなご苦労さん！今日は宴やの。ベルさん？ベルさん？あ、はい、なんでしょう？ロキファミリアの皆さんが気になりますか？あ、いえ、あの…ロキファミリアさんはうちのお得意様なんです。出身であるロキ様が私たちのお店を痛く気に入られて。そうだ、アイズ、あの話を聞かせてやれや。あの話？あれだって、帰る途中で何匹か逃したミノタウロス、最後の一匹をお前が誤解層で始末しただろ。ミノタウロスって17階層で襲いかかってきて、返り討ちにしたらすぐに集団で逃げ出していった。そうさ、それで襲われてたんだよ。いかにも駆け出しっていうようなひょろくせえガキが。合図が間一髪ってところで細切れにしてやったんだよ。でもよ、そいつ、あのくせえ牛の血を全身に浴びて真っ赤なトマトになっちまったんだよ。払いてえ。それでだぜ、そのトマト野郎、叫びながらどっか行っちまって。うちのお姫様、助けた相手に逃げられてやんの。情けねえったらねえぜ。あの状況では、仕方なかったと思います。いい加減にしろ、ベート。そもそも17階層でミノタウロスを逃がしたのは我々の不手際だ。巻き込んでしまったその少年に謝罪することはあれ、酒の魚にする権利などない。恥を知れ。ああ、ゴミをゴミと言って何が悪い。アイズ、お前はどう思うよ。自分の目の前で震え上がるだけの情けねえ野郎は
あれが俺たちと同じ冒険者を名乗ってるんだぜ。例えばだ、俺とあのトマト野郎ならどっちを選ぶってんだ。ベート、君酔っているね。聞いてんだよ、アイズ。お前はもしあのガキに言い寄られたら受け入れるのか？そんなはずねえよな。自分よりも弱くて軟弱なザコ野郎にお前の隣に立つ資格なんてありゃしねえ。他ならない、お前自身がそれを認めねえ。ザコじゃ釣り合わねえんだ、アイズ・バレンシュタインにはな。神様。ごめんなさい、遅くなって。どうしたんだイベル君、ひどい怪我じゃないか。まさか誰かに襲われて。ダンジョンに潜ってました。バカ、何を考えてるんだよ。そんな格好のままダンジョンに行くなんて。どうしてそんな無茶を。ベル神様、僕強くなりたいです。強くなりたいです。アイズさん、新しいショーへ行きましょう。どうしました、ティオナさん。アイズをジロジロ見てても胸は大きくならないわよ。違うよ、そうじゃなくて。じゃあなんだって言うのよ。元気なくない？そうですか？いつも通りに見えますけど。そうかな。まあ本人に聞くのが一番手っ取り早いか。ねえアイズ、なんか落ち込んでる？ミノタウロスの群れを追いかけていった後から暗いような気がしたからさ。何かあるなら聞くわよ。そうですよ、アイズさん。私たち、仲間じゃないですか。さ、後が使えてるんだから、そろそろ出ましょう。アイズ、なんかあったら言ってよ。ありがとう。さっぱりしましたね、アイズさん。うん。アイズさんはこれからどうするんですか？ステータスの更新に武器にしてもらおうって思ってる。私はやめとくわ。
こんな疲れが溜まってる状態でロキの相手はできないもの。私も夕飯まで部屋でぐったりしてる。でフィアはどうする？私も今日は遠慮しておきます。じゃあ行ってくる。やっぱりアイズさんが一番乗りやったな。みんな遠慮しとんのかな。そうなんでしょうか。確かめてみたらええ。自分での。これもコミュニケーションってやつや。さ、それじゃあ始めるで。アイズさん、いつも言うとる通り、むやみに背中を許したらあかんで。はい。ステータスにはロックかけとるけど、これ見られたらアイズさんのステータスもスキルも丸わかりやからな。ヒエログリフは普通の門には読めんちゅうても、リベリアみたいな博学もおるしな。あ、アイズタンも読めるんやったっけ？少しなら。さすがやな。おい、終わり。これステータスの写し。ありがとう。ずんのめりながら走りまくったらいつか必ずこける。いつも言うとるな。そんでこれから何度も言うたる。Blue.
Thank you.